ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第311回配信を撮っていきたいと思います。本日は、全王モグルモグ、12世に挑戦していきたいと思います。で、本日は、頑張れるだろうということで、一人で、ボイチャなしで挑みたいと思います。ではモグルモグさんに突撃したいと思います。今日8人ですので、めちゃめちゃ可愛い可愛いけど戦わなきゃいけないんだよね。来やがったか、クポー冒険者くせえやつだ、クポー全王様に粛清されちまえ、クポー。今回セリフの感じが違いますね。あ、相手は一人なんだ。レジチェック、OK。王様どっち取ります。とりあえず王様を殴ればいい。今回も、あ、でも、次があるひょっとして。あ、これ王様じゃない。遊びは過ぎたクポで、こっち狙い撃つクポ、ざっくりやられたクポ。うわー、誰から行くとかある。味方の技かな。いた、大体ここかわいい。めちゃくちゃ出るね。ピクシー結構用事を思い出した。ここ復活したよ。全王様はその裁きを。来た。メメントモグにモグを記憶せよくぽ。うわ、誰から行くとかある。めっちゃとりあえず減ってるっぽいやつから。ここにいればいいんだろう。
死んでおります。どこにいればいい。歌えないっぽ。あとはこいつだけ。終わりで大丈夫。わーい。ありがとうございます。あ、そうなの、もうイザレク。そっか、ザコ。ザコ一体ずつ行かず。いやー、もうモグルさんは大変でしたね。でもあ、宝箱がある。宝、では出ます。あ、ムービーがある。王様を倒したクポね。すごいクポ、本当にありがとうクポ。家臣団も罪を重ねないで済んだクポ、よかったクポ。モグは家臣団にお説教してくるクポ、連中もこれに懲りておとなしくなるといいのクポ。王様を倒したこと、仲間のプクニパクに伝えてクポ。ライアオと一緒にキャンプトランキルにいるクポ、よろしく頼んだクポ。お、ここまでですね。というわけで皆様ご協力いただきありがとうございました。では311回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はキャンプトランキルに報告に行ってると思います。では失礼します。